あ、皆様こんにちは。修華堂絵画高等買取プロの金子でございます。今日はこちら、鏑木清方先生について、少しお話をさせていただきたいと思います。まあ、鏑木清方さんはですね、もう文字よりも東京の神田、もう江戸の町にお生まれになってですね、昭和47年に、まあ、93歳という、まあ、長寿でですね、お亡くなりになられたんですけども、こういった美人画の他にですね、まあ、それこそ、まあ、風俗画ですとか歴史画、まあ、肖像画、まあ、あとはその浮世絵に影響されてですね、まあ、江戸画といいますか、そういったものも多岐にわたり非常に多くの作品残しておられます。まあ、こういった本画以外にもですね、そういった風俗画ですとか肖像画、まあ、ちょっとしたこうデッサンなんかも私ども取り扱っております。業界でも美人画の取り扱い非常に強いと言われている修華堂へぜひ評価をさせていただきたいと思います。お問い合わせですけれども、絵画骨董買取プロ修華堂では鏑木清方美人画の作品を探しております。お心当たりがございましたらぜひ一度お電話いただきたいと思います。こちらのフリーダイヤルの方にお電話いただきますと、オペレーターが丁寧にご案内しておりますので、鏑木清方の作品をお持ちでしたらぜひ私ども修華堂の方で評価をさせていただきください。よろしくお願いいたします。